はい、皆さん、こんにちは。はい、本日はですね、7月の13日土曜日になっております。はい、また新たな週末になりました。皆さん、週末です。ぜひね、えー、楽しい、えー、土曜日、日曜日をね、お過ごしください。えー、なんですけども、今回の話題はね、決して楽しい話題ではありませんね。特にね、世の中の受験生にとっては、なんじゃこりゃみたいなね、えー、話だと思いますけども、えー、相変わらずね、定番の黒いシャツを着させてもらっております。もう、ええー、加減にね、 こういったような忖度やめろよといったような感じなんですけどね。まあ、悠仁さまの受験に関してです。進学先、果たしてどうなるんでしょうかやっぱり東大、みたいですね。そういったような話をさせてもらいます。最後までご覧ください。はい。でですね、まずね、えー、最初にご覧になっていただいているのは、これはちょうどね、1週間ぐらい前ですね。えー、左側に日にちが出ているように、7月の6日の土曜日、えー、すなわち1週間前、岐阜新聞がね、 具体的に報道していた内容です。読まさせてもらいます。えー、A ご夫妻と悠仁さま、31日に岐阜に訪問、岐阜総分、えー、総合開会式にご出席されますといったようなね、えー、記事が出ていたわけです。岐阜の、ね、総分祭に、えー まあご出席をされるというような記事なわけですね。で、ちょっと中身もね、上の方だけ少しだけ読まさせてもらいますが、岐阜県は5日、江戸宮ご夫妻と長男悠仁様が31日と8月1日、えー、岐阜市と大垣市、えー、不破郡、えー、関ヶ原町を訪問されると発表しました。ということで、総文祭の開会式を中心にね、岐阜にお越しになるといったようなことを岐阜新聞が具体的に報道していたわけです。はい。まあ、これはね、 えまあ高校の総文祭ですので、故に悠人様が行かれるということなんでしょうけども、もう当然ここでね、違和感を感じる方がそ相当ね、おられると思いますね。特に受験生をお持ちになる保護者がもしね、私のこの番組をご覧、えー、くださっているようであれば、非常に違和感を感じるでしょうね。というのも、えー、この7月31日と8月1日、まあ、1泊2日か2泊3日でね、出生、あのー、 開会式に出るとともにですね、行かれるわけですよね。ということは、この2、3日において、悠仁様はほぼ勉強などできるわけがないんですよね。で、私、昨日の動画なんかでもね、別の記事をちょっと参考に、えー、お話をさせてもらいましたが、どうも悠仁様寝る間を惜しんで勉強してるもしかしたらその来月のですね、えー、全国、えー、国際昆虫会議のポスターを作ってるんじゃないのどちらなんですかみたいな話をさせてもらいましたけど、 どこが寝る間を勉強してるんですか寝る間を惜しんで勉強してるんですかみたいな記事の内容ですよね。やっぱり寝る間を惜しんでやってるのはポスターを一生懸命作ってるんだろうね。まあ昆虫のこと大好きですからということがバレちゃったねみたいな感じですよね。全然寝る間を惜しんで勉強してないよ。しかもこの受験生にとって非常に大事な夏休み、そのね、2日もしくは3日ぐらいを使って岐阜までわざわざ行かれるわけでしょう。 これ高校の総文祭であったとしてもエ a ミ宮ご夫妻は、えーね、ご出席開会式にご出席されますただし悠仁さまは受験勉強がお忙しいので残念ながらご出席が叶いませんといったような記事の内容であればなるほどというふうに思えるんですけど全く逆ですねといったような話だったわけですねおかしいね全然寝る間を惜しんで勉強してませんねといったことがバレちゃったといったまず記事をね 紹介させてもらった後に次のページ。はい、そういったようなことと合わせてですね、これ本日の朝方早くに、えー、日刊現代ね。まあ、あの、現代なので、えーまあ、信ぴょう性うんぬんということもね、いつものごとくあるんですけども、今回に関しては、例えば塾の経営者だとか、宮内庁の OB、それこそですね、筑波,筑波大学附属高校の 保護者の方の情報というようなことで、あ、なるほどといったような記事の内容が上がっておりました。で、まず塾の経営者。まあ、これ経営者の方で、別にその悠仁さ様をね、実際に教えているといったような人ではないのでね。ただ、あくまでも塾の先生から見ればね、もう実際に悠仁さ様の、このね、まあ東京大学、もしくは筑波大学の推薦に関しては、もうね、 え進路ができてるんじゃないの目処が立っちゃってるんじゃないのといったようなことも言ってるわけですね。というのは夏休みの時にそんなねわざわざ岐阜まで、ねえー、実際訪れるわけでしょそういったようなことを考えると、えー、もうね合格が約束されているんじゃねえのみたいなことを言っていてもしそうだとしたら他の受験生にとってはとんでもない不公平なことがもうでに行われているかもしれない。 いや、この塾の先生言ってることさ、合ってるかもしれないね。といったような話だとか、先ほど言いましたように、今回はですね、この筑布のね、保護者の情報ということで、どうも保護者の方々がそういうふうに言われているっていう話なんですけど、この黄色で書かせてもらっている部分、要は、悠人様、悠人様の成績、ついにばれたよっていうことで、あくまでもごく普通の生徒というふうな評価らしいよということですね。 もちろんね、悠仁さまがご自身のね、成績表をこの保護者の方々に見せているわけではないでしょうから、あくまでもその保護者のね、もともとのこの筑布の高校生だとかね、それこそ悠仁さまの同級生だとか、同じクラスのね、えー、人の保護者が、えー、その生徒が言っていたようなことをね、のそういった情報を集めるとだと思いますけどね。 でもやっぱりこの保護者の方がそういったような、えーえー、からの情報ということでちょっと信憑性ありそうだよね。で今まで悠仁様の成績というとどうもね、やっぱりなんかさ、 これはあくまでもね、えそれこそね、ええ加減な人が言っていたようなことで、なんか学年最下位だっただとかさ、なんかそんなようなことを、例えばブログの記事だとかね、そんなようなことで出ておりますけど、私もね、そういったのことは当然、もう全然根拠のない話だと思ってたので、今までね、一言も言いませんでしたけどね。ただやっぱり今回ね、 まあ、現代ではありますけど、えー、保護者の方々が、からの評価というようなことなので、まあ、多少はね、信憑性があるものだと思って話すことにいたしました。で、何回も言いますが、ごく普通の生徒。はい、ということなんですね。でね、えー、まあ、あの、通っている高校が筑波大学付属ということで、もう非常にね、日本で優秀な新学校というようなこともあるので、 ごく普通の成績だったとしても、それこそね、えー、やっぱり東京大学に推薦するような資格があるのかもしれません。ただ、ね、これがもしね、筑布でですね、トップの成績だったというのであれば、まあ岐阜に行ったとしても、まあちょっとね、1日10時間勉強してる中での骨休みみたいなことでも考えられますけど、ごく普通だったらさ、それこそこの夏休みの2日間、3日間ってものすごく重要でしょ にもかかかわらずなななんんんででこんな余裕しゃくしゃゃくくすかっていう話につながってくるわけですよね。はい。でですね、この下に書いてある通り、例えば、東京大学の筑波大の推薦枠が4人ということで、当然ね、成績優秀な人たちもこういった推薦枠を狙ってね、今現在も一生懸命勉強されているわけですよ。で、実際の出願だとか、えー、というのはね、10月中旬以降、 ということなので、まだ出願期間までは2ヶ月間、3ヶ月間あるわけですよね。といったような、その時期にもかかわらず、先ほどの塾の先生が言われている通り、すでにもう路線が決まっているのではないか。そのためにあの例のトンボ層の論文があったのではないか。そして来月のね、8月25日の国際昆虫会議のポスター発表。これもね、被災者様が発表するとは思えないけどね。まあちょっとね、それも注目ですけどね。 まあそういったようなことにつながってくるのではないかといったことで本当に本当だったら不公平好めないよねみたいな話ですねはいで次のページで話は続いていてまあこういったようなね背景があるがゆえに、えー、実は宮内庁の OB の人も心配されていると何を心配されているかというと例えばエヌミアご夫妻においては普段からね特別扱いはしないだとか特別扱いを良しとしない といったようなことを言われているわけですね。まあ、例えば非常に顕著な例とすればさ、えー、江戸ア殿下がね、ご公務にお越しになるような際には、信号を操作しないみたいな話もありましたよね。これもエ江ミア殿下ご自身が言われておりますけども、そういったようなね、皇、え、族、ー、が通るからといって、信号を操作するような特別扱いはしたくはないといったようなことを以前から言っておりましたけども、 にもかかわらず、この悠仁様の進学問題で、すでにね、話が決まっているみたいなことであれば、特別扱い、この上なしでしょと言ったようなことなわけですよ。全くもって、この AN 宮ご夫妻なんですけど、いつものごとく言っていることとやっていることが全然違う。と言ったようなことで、えー、宮内庁の OB の方もね、高きを求めすぎているのではないか。まさしくそうですね。と言ったことで心配されている。 はい。で、まあ、記事の最後としてはね、ここに書かれている通り、悠仁さまの進路に世間の目が集まっているだけに、一層の慎重さが求められるというふうに書いているんですけども、すでにさ、もう進路が決まっているとしたら慎重さも何もないわね。といったようなことで、えー、いよいよもってね、もう今年の後半はさ、この悠仁さまの問題ですね、大注目といったようなことだと思いますね。 はい、で、ここまでがね、今朝方出て,ていた日刊現代の記事で、えー、今回はね、次のページもぜひご覧ください。はい、でですね、これちょっと字がボケていて、えーまあ、古い記事なのでね、大変申し訳ないんですけども、これは以前もね、私も紹介したことがあります。えー、実際の記事の内容は、読売新聞の日曜版なんですが、2017年、今から7年前の8月27日号に載っていたような記事なんですね。 でこれね夏休みを利用してええねみご夫妻とえー、まあ悠仁様がね旅行に行かれましたといったようなことがいろいろ書かれている記事なんですけどもその一番最後にね、えー、なんか悠仁様がご自身の名前を漢字で書けなかったといったことがねこの赤線で引いてあるとこですけど悠仁様の「ひさ」の字はまだ難しいのでということで書けなかったみたいなことがね 実際にに読売新聞よよっててされていたわけですよまあね7年前すなわち悠仁さまが10歳すなわち小学校のね高学年だったんですけどもどうでしょうか皆さん普通小学校の高学年っていうと自分のね名前漢字で書けるよねなんだけど書けなかったっていうような話なんですねまああの小学校の話ですので これがね、今現在のその受験につながっているかといえば全然つながっていないんですけども、でもこういったようなことがね、ちょっと書いてあると、先ほどの保護者の方がね、言われていたような、ごく普通の成績といったようなこともどうなのかな、みたいなこともちょっと考えちゃうわけですね。勝手な想像ですけども、こういったような小学校高学年でご自身の名前が漢字で書けなかったということを考えるとですね、いや、このね、 今現在の筑布のね成績ももしかしたらごく普通よりもちょっと下なんじゃないのみたいなこともちょっとね想像できちゃいますけどねあくまでも想像ですまあこれ以上はね言いませんけどもまあそういったようなね事実もあったわけですねはいということで一旦変えますはいということで、えー、今回もね、えー、サイト様の話題なんですけどもいやあねーやっぱりね成績ねごく普通でねなおかつ夏休みのこの23日間はね全く勉強しないわけでしょ 本当余裕しゃくしゃくだよね。といったような感じですね。こんなんでええんでしょうか。やっぱりね、もう決まってるんですか。だとしたらね、とんでもない話だよね。当然、普通の、ね、受験生にとって、一般の受験生にとっては何、何というふうに思うし、その保護者の方は、何々というふうに言っちゃいますよね。といったようなことだと思います。まあ、皆さんもね、まあ、私もね私やっぱり まあもうだいぶ前だけどね、それこそさ、40年以上前、ひたしたら50年近く前の話ではあるんですけども、例えば高校受験だとか、大学受験だとかって、まあ確かに私もね、えー、受けたことがありますしね、そういった時もやっぱりね、えー、その両方の受験においては、ね、夏休み、うんやっぱりかなり勉強したなっていう気はね、まあ今さ、もう40年ぐらい前だから、記憶にかなり飛んでおりますけども、確かね、 えー、苦手な数学でこんなこと勉強したなぁだとかね、えー、まあそういったようなこと歴史でこういったようなねえー、ことをね勉強したなとかいろいろね思い出しますけどねもうかなり飛んでるけどね記憶自体がねでもそういったようなこともありましたおそらく皆さんも同じだったと思いますよね受験生の日本の受験生の夏休みそれこそね一、えー、日さ、えー、10時間勉強するとかそういったような えー、人が多いですよねで特にこの東京大学みたいなことになったらさ1日10時間どころか1日15時間とかさ12時間とかそういったぐらいを勉強する、ね、受験生がほとんどだと思いますよね。にもかかわらずこれ丸2日間以上でしょ。ね、完全に、えーね、勉強しないといったような空白あげていいんですか余裕のよっちゃんの悠仁様でしたといった話題でした。今回もありがとうございました。バイバイイ